はい、こんにちは、レトスノーです。8月17日の3問に入っていきます。A が所有する高建物に塀を設置するために、B に塀の設置を請け負わせた。その後、A は高建物を C に賃借し、C が占有している時に工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。B は瑕疵を作り出したことに故意または過失がなければ、D に対する損害賠償責任を免れることができる。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。問題文の状況からいくと、A が所有する高建物があって、これに塀を設置するため、請負業者 B さんに任せたんですね。なんで B さんは請負業者です。そして A さんがこの建物を C に貸したわけですね。つまり C が占有者という状況です。A さんが所有者で、これを C さんに貸したから C が賃借人ですね。占有者です。で、これ塀があるんですけども、この塀っていうのは、A さんは B さんに請負い任して B さんが作った塀だということですよね。そして工事の瑕疵で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまったと。工事に瑕疵があったんですけども、これっていうのは、故意でもなければまた過失でもないってことなんですね。つまり、この工事業者 B さんっていうのは故意も過失もない。そういった状況だということです。その状況で B さんは D に対する損害賠償責任を免れることができるかと聞かれているんですけども、これはできるんですね。そもそも不法行為っていうのは、故意または過失があることを前提に損害賠償責任を負うって話なんですよ。つまり故意、過失、どちらもないというのであれば、損害賠償責任を負うことはありませんので、今回の問題は丸になるということです。で、2番ですね。罰則です。宅建業法の罰則です。宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがある。丸か×かという問題です。で、答えは、丸ですね。著しく事実に相違する表示。これは誇大広告に当たるんですね。で、誇大広告やってしまうと、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または陛下。陛下っていうのはこれどっちもってことですね。に処せられることがあります。なので今回の問題は丸になるということです。で、この罰則についてなんですけども、これ覚えるの正直大変なんですよね。で、個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしております。これも受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、ご確認いただければと思います。では問3、農地法です。山林を開墾し、現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である場合は、法の適用を受ける農地には当たらない、丸か×かという問題ですね。この法って農地法ですね。農地法の適用を受ける農地には当たらない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。農地法の適用を受ける農地に当たります。農地法における農地っていうのは、地目には関係ないんですね。現況で判断します。現況って現在の状況ってことですね。現在の状況。現在の状況は水田ですよね。田んぼです。なので、これは農地に当たります。よって誤りになります。で、毎回お伝えしてるんですけども、この動画だけでは理解学習できませんので、理解学習をするっていうのであれば、まあ、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイトだったりとか、あと民法の解説書とか、そういったもので調べながら、ぜひ勉強を進めていきましょう。宅建の教材では理解学習まではできませんので、その点は注意していただければと思います。で、自分自身で、理解学習するの難しい、調べる時間もない、調べ方がわからない、どこを理解したらいいかわからないっていう方は、ぜひ弊社の予想模試をご活用ください。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。
レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。